ストラトフォードはアメリカが州国コネチカット州フェアフィールド群南東部に位置する町であるロングアイランド湾に面しフーサトニック川の河口にあるブリッジポートスタンフォードノーォーク大都市圏に属している1639年にピューリタンが設立した2010年の国勢調査では人口5万1384人であり州内の町では第6位 市を合わせても第18位の町である。航空、軍事、劇団についての歴史がある。ストラトフォードの西はブリッジボート市、北はトランブル町とシェルトン市に接し、東はフーサトニック川の対岸にミルフォード市がある。南はロングアイランド湾である。ストラトフォードパブリックライブラリー、アズシニーニエ1909ポストカード。 ストラトフォードは1639年にピューリタンの指導者アダム・ブラックマン、ウィリアム・バーズリー他によってペコーノックのプランテーションとして設立された。この時イングランドから宗教的な自由さを求めてコネチカットに移ってきたばかりの伝説によれば16家族、後の研究によれば35家族が入植した。1640年町はクフィーグ・プランテーションと呼ばれた。 1643年4月13日までに成長していた町は、イングランドのストラトフォードイコールアポンイコールエイボンに、ちなみ、ストラトフォードと呼ばれるようになった。ストラトフォードは北アメリカ北東部の植民地に、1630年代の大移住の一部として設立された多くの町の一つだった。この時、イングランドでは、国王チャールズ一世と議会派との間に、 イングランド内戦が起きる10年ほど前の時代であり、ピューリタンの家族が次第に文局、変更するイングランドから逃げ出していた。ストラトフォード開拓者の中には、信教の自由のためにまず、イングランドからオランダに渡った者たちもいた。彼らは、メイフラワー号で大西洋を渡った先人たちと同様に、子供たちがオランダの文化と言語に慣れ始めるのを見て、 新世界に移住することを決断した。この時期に設立されたピューリタンやピルグリムの街と同様に初期のストラトフォードでは教会の指導層と街の指導層が教会牧師のもとに結合しており、ストラトフォードの場合はそれがブラックマン牧師だった。このような街の目標は宗教的な理想主義に基づく開拓地を創設することであり、荒野が国王。 議会あるいはその他の権威筋からの干渉と分けてくれるものになった。ブラックマンがその死の1665年まで町を支配したが、第二世代が成長するにつれて、子供たちの多くは町の設立者たちの例外的厳格さと考えるものを拒否するようになった。この世代とさらに後の世代は長老たちの宗教的見解を変えることを求め、ストラトフォードと 類似した街のユートピア的性格は次第により標準的な植民地管理に置き換えられていった。17世紀後半までにコネチカット政府はストラトフォードに対する政治的支配を行うようになっていた。初期ピューリータン家族の子孫の多くが350年以上経った今もストラトフォードに残っている。長い間に17世紀のピルグリム家族の 小さな集団の中で婚姻を結ぶことも多かった。そのピューリタンの起源にもかかわらず、ストラトフォードはコネチカット州で初のイングランド国教会が建てられた場所である。1707年に設立され、サミュエル・ジョンソン博士が最初の牧師だった。ストラトフォードの開拓者はアメリカの他の都市や町も設立した。 例えば、ニュージャージー州ニューアークは1666年に、ストラトフォード設立家族の一員によって設立された。彼らは、町の宗教的純潔さが、ブラックマンの死後の変化で妥協させられるようになったと考えていた。その他にもニューヨーク州カンブリアは、ストラトフォードの子孫が西に移住してきて、新しい教会の周りに設立され、拡張された。 アメリカ合衆国大統領、ジェラルド・フォードは、ウィリアム・ジャドソンが率いていたストラトフォード設立家族の一つの子孫である。ストラトフォードは、フェアフィールド町と共に、コネチカット南西部の主要な開拓地二つの一つだった。長い間に、ストラトフォードの地域からいくつか、新しい町が生まれて、別の町として法人化された。下記が、ストラトフォードから生まれた町である。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、長域全面積は19.9平方マイルであり、このうち陸地17.6平方マイル、水域は2.3平方マイルで、水域率は11.52%である。ストラトフォードの最低地点は、海岸線に沿った海面であり、最高地点は、北側町境に近い標高295フィートである。 平均標高は23フィートである。町内には5つの島があり、すべてフーサトニック川の中にある。週間高速道路95号線より北にあるカーティング島、ロング島、ピーコック島、ポープズフラットの4島と南にあるグース島である。どれも標高が低いために人は住んでいない。ブリンスメイド島と呼ばれた6つ目の島は1964年に 波に現れて消えた。街の海浜は、住民ならば、無料。外来者は一夏100ドルで利用でき、日割りも可能である。ストラトフォードポイント東大スチュワートビー・マッキニー。国定野生生物保護区のグレートメドウズユニットは、渡り鳥の重要な休憩地である。グレートソルトシ地チの解放水域は、ルイスガットと呼ばれている。ストラトフォードの北端にある。広さは250エーカー。 主に落葉樹の混合林であり、湿地合池もある。フランクリン・ルーズベルト大統領にちなんで名付けられ、1930年代に公共事業促進局のプロジェクトとして多くのインフラが建設された時にも別に保護されていた。料理ピットのあるキャンプ場、ピクニックテーブル、遊戯場、休憩所、歩道を備えている。レーマークインダストリーズのスーパーファンド適用地、 浄化工事庁内にはアメリカ合衆国環境保護庁が指定したスーパーファンド適用地が2カ所ある。レーマークインダストリーズによるアスベストの投機と処分に関する様々な場所を含んでいる。レーマークインダストリーズは以前にストラトフォードに本社があり、元はストラトフォード陸軍にエンジン工場だった。スーパーファンド適用地は 環境保護庁の全国的優先事項リストに載っている。ストラトフォード陸軍エンジン工場はリストに載っていないが、アメリカ陸軍によって増加されている。1919年から1989年、レーマークはレーベストスという名前で自動車産業用にブレーキパッドやその他摩擦部品を生産していた。そのストラトフォード製造工場で、鉛、アスベスト、 ポリエンカビフェニルなど有害物資を含む廃棄物を処分していた。レーマークは廃棄物を乾燥させ、芝生、遊戯場、工程などのために埋め立て材料として使えるようにした。1993年、環境保護庁とコネチカット州環境保護省が共同してレーマークがストラトフォードに残していった汚染物の浄化作業を始めた。 環境保護庁は1995年に汚染された住宅地の浄化を完了し、1997年にはレーマークの元の敷地の浄化も終えた。レーマークが過去に廃棄物を処分し、フェリークリークとその周辺地域の浄化計画を環境保護庁が策定中である。レーマーク跡地の浄化費用は2億ドルを超えるものと見積もられている。 一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。1939年、製品として世界でも最初期に成功したヘリコプターがイーゴリ・シコールスキーによってストラトフォードで開発され、その工場で飛行された。その会社であるシコールスキーエアクラフトコーポレーションは現在も町で最大の雇用種である。百三十九年にはまた、 ライカミング社がライトの星型エンジンを製造した。第二次世界大戦後、その工場はタービンの製造に転換された。ストラトフォードのボートシコールスキー航空機事業部は1940年から1952年の間にプロトタイプを含め総計7829機のコルセア戦闘機を生産した。これらの戦闘機は 第二次世界大戦の太平洋戦域で多くの戦闘を経験し、朝鮮戦争では支援的な役割を果たした。一機のコルセア機が空港の歩道に戦争の記念として置かれている。民間の空中紹介部隊であるストラトフォードイーグルス複合大隊がストラトフォードのシコールスキー記念空港を基地にしている。シコールスキーエアクラフトのブラックホークヘリコプター。 2005年のイラクでストラトフォードにはイーゴリ・シコールスキーによって設立されたシコールスキーエアクラフトの本社がある。同社はユナイテッドテクノロジーズの子会社であり、シコールスキーはアメリカで最初に成功したヘリコプターの開発者である。アメリカ合衆国大統領の専用ヘリコプターであるマリーンワンは1957年からストラトフォードで生産されている。 ストラトフォード陸軍エンジン工場はアメリカ陸軍のタンク、自動車と武器指令部基地と製造設備であり、フーサトニック川沿いメインストリートのシコルスキー空港とは対面にある。アメリカ合衆国国防総省の基地再編成閉鎖プログラムのために1995年7月に工場の閉鎖が推薦された。このエンジン工場は1998年9月30日に 閉鎖された。その後の11年間、陸軍はチームストラトフォードに関与して土地の開発を行った。広さ7 8ーカーの土地を所有するアメリカ陸軍が2008年3月19日にその土地を競売にかけた。落札額は961万2000ドルであり、これには50の建物の床面積172万平方フィートの設備も含まれた。しかし、 その支払いがうまくいかず、現在は再度競売にかけられる予定である。現在、ハートマンデベロップメントのロバート・ハートマンが10億ドルをかけてリゾート地に転用する計画を進行中である。シコルスキー記念空港はブリッジポート市が所有しているが、ストラトフォード町内にある。広さは800エーカーあり、舗装滑走路2本は長さが4800フィート未満であり、 ヘリパッドとハンガー2棟がある。ニューヨーク市とダウンタウンマンハッタンヘリポートにヘリコプター便が運行されており、また小型飛行船と航空機の離着陸に利用されている。2007年241機がこの空港を基地としており、1日平均212回の離着陸があった。メトロノース鉄道ニューヘイブン線のストラトフォード駅が町内にあり、 ニューヨーク市のグランドセントラル駅から東に59マイルにある。マンハッタンまで平均所要時間は約90分である。駅のプラットフォームは4両編成までに対応できる。駅の駐車場は300台までに限られている。券売機3台がある。バスで隣のブリッジポートにも繋がれている。身体障害者が利用できる。ストラトフォードの町内には 週刊高速道路95号線、アメリカ国道1号線、メリットパークウェイ、週道108号線、週道110号線、週道113号線、週道130号線が通っている。週刊高速道路95号線料金所1983年1月、1台のトラックがストラトフォードの週刊高速道路95号線で、 料金を払うために待ち行列を作っていた車列に突っ込み7人を死亡させた。この事故は州全体で料金所を撤去する理由の一つになった。ストラトフォード町は1921年から2005年まで調整委員会マネジャー方式の政府形態をとっていた。2005年に町長調整委員会方式に変更した。初代町長は ジェームズ・ミロンが2005年11月に選出され、4年の任期を務めた。2代目かつ現職長長はジョン・ハーキンスである。調整委員会の委員は10人であり、選挙区から2年任期で選出される。委員の1人が議長に指名される。長長と調整委員会は条例と決議の採択によって町の政策を設定する責任がある。 ストラトフォード緊急医療サービスは、州が免許を出している、先端救命支援と基礎支援を行う、町営緊急医療サービス供給者である。1977年に設立され、有給スタッフとボランティア人員を使って、緊急医療対応と治療を行っている。医療バイク部隊、特殊任務部隊、機場隊もある。町の独立部門であり、消防部と連携してはいない。 ストラトフォード消防部が緊急医療サービスと町の基本的第一対応者である。緊急医療サービスはディレクターの指示で動いている。ディレクターは911発送センターも監督している。ディレクターは町長に直接報告する。緊急医療サービス管理官1人とオペレーション監督官と執行所機関2人もおり、すべてディレクターに報告する。 ボランティアの監督官数人もいる。年間約6,500件の緊急コールに対応している。2012年にサービスに対する請求書発行を始めて以来完全に自立した組織であり、町や納税者から助成金を受けていない。実際に町の他の部門と直結して捜査を維持するために間接経費を年間約40万内し60万ドル超に 支払っている。緊急医療サービス基金条例が資金の嫉妬を規定している。救急救命士、救急医療対応者、救急車運転者のクラスと再認定が定期的に行われている。消防署は1909年に設立され、町全体に配置された4つの駐屯所から対応している。年間約4000件の緊急コールに対応している。 警察署は1917年に創設され、現在警官107人がいる。部門として、放火捜査、犯罪予防、識別、法医学部隊、麻薬対応部隊がある。自転車パトロール台 K-9 や、動物統制隊もある。ストラトフォードの公共教育は、ストラトフォード教育委員会が管理しており、高校2校、中学校2校、小学校9校、 合計13の学校を運営している。児童生徒数は約7600人、教職員数は870人である。高校、中学校、小学校町内に私立カトリック系小中学校が2校ある。元のストラトフォード鉄道駅にあるナショナルヘリコプター博物館はヘリコプターとその模型の写真集を収めている。 ストラトフォードのパットニー地域にある広さ30エーカーのブースの定地はブース兄弟が存命中に集め、その友人たちが追加したブースの家と滝にわたる建物の集まりを含むうねりのある公園地である。メリットパークウェイで1940年から1988年に使われた料金書がこの公園にある。百五十五年、フーサトニック川沿いに 客席数千百のアメリカンシェイクスピア劇場ができた。これまでキャサリン・ヘプバーン、ジェームズ・アール・ジョーンズ、ポール・ニューマン、ジェシカ・タンディ、ジェーン・アレクサンダー、ハル・ホルブルク、ロディ・マクドウォール、ニナ・ホック、ウィルギアといった俳優が出演してきた。1950年代後半はジョン・ハウスマンがアートディレクターだった。この劇場で上演してきた劇団は1980年代。 半ばに公演を停止し、それ以来建物は空室になっている。2005年2月、ストラトフォード町がコネチカット州からストラトフォード、シェイクスピアフェスティバル劇場の権利賞を受け取った。2006年、ニューヨーク市の開発会社を選んで劇場を観光地として再開したが、進展がなかったので契約は2007年7月で終わった。 その3ヶ月後待ちはこの劇場の必要性について建築家からの評価を要請する文書を発行した。2002年からハドソン・シェイクスピア・カンパニーがストラトフォード図書館介護の円形劇場でシェイクスピア・イン・ザ・パークのツアーを行ってきた。毎年図書館で一つの催しを行い通常毎月最終土曜日で終わる。天候不順の場合は図書館の講義室である。 ラベルルームが使われる。1932年からスターリング邸はストラトフォードのコミュニティセンターとして機能してきた。1886年建設のロマネスク様式邸宅は以前はジョン・ウィリアム・スターリングの邸宅であったものを寄付されたものであり、成人や子供のレクリエーションとレジャーの活動、事前行事、ボランティア活動に使われている。敷地にはアズマやバラ園、 さらに広さにエーカーの野原もある。ストラトフォードは、コネチカットブラケッツという女子ファストピッチ、ソフトボールチームが本拠にしている。1947年に、レイベストス女子オールスターズとして結成され、後にはレイベストスブラケッツとなり、レイベストスがそのスポンサーを止めた1985年に、ストラトフォードブラケッツと呼ばれるようになった。 3607試合で3242勝を挙げており、3回の世界選手権と28回のアマチュアソフトボール協会選手権に優勝し、1971年から1978年に8年連続して優勝したのは記録となっている。2002年から2004年に3年連続優勝も記録した。最近では2006年に優勝した。元メンバーから ソフトボールの殿堂入りしたのが19人おり、オリンピックにも11人が出場した。フランク・デルカ・ホール・オブ・フェイム・フィールドで試合をしている。ストラトフォードで少なくとも一部が撮影された映画は以下の通りである。ブリッジポート市で発行される、日刊紙コネチカットポストと週刊誌、ストラトフォードスターを購読できる。ストラトフォードは、下記の5つの都市と姉妹都市を結んでいる。 ストラトフォードには25箇所以上の礼拝所があり、様々な宗教を代表している。ありがとうございます。